生ハムとチーズの桃ソースがけを作ります。クリームチーズは生ハムで挟んでおきます。桃の缶詰 50g、レモン果汁大さじ1、塩胡椒適量、砂糖小さじ1、オリーブオイル大さじ1。20回ほど分々引っ張ります。分々したソース。黒胡椒を振って完成です。